今度空の飛び方私に教えてよね。あんただけ飛べるってのはずるいわ。あ、いいですよ。じゃあね、楽しみにしてるわ、ソン・ゴハン君。かなわないな、ビーデルさんには。では二人に武空術、つまり空の飛び方を教えます。これは気のコントロールなので、そんなに難しいことではありません。まあ速いスピードで飛ぼうと思ったらそれなりに大変ではありますが。気のコントロールねえ、気って何なの？気って、そうか、君たちのところじゃ言い方が違うのかな。ほら、体の中にある隠されたエネルギーっていうか、パワーっていうか。あ、何よそれ、隠されたパワー？こういうやつだよ。そうそう、こういう力のことだ。そう、なんていうの、君たちは木のことを、トリックかしら。トリック？トリックとは全然違うよ、仕掛けなんかないもん。だったらはっきり言って、そんな魔術みたいな力は知らないわよ。気を知らないって困ったな、そいつは。ねえ、ひょっとしたら気がないと空を飛べないの？大丈夫大丈夫、気は誰にだってあるからさ、コントロールが難しいだけ。本当さ。ごて、武空術はもうちょっと待ってくれ、ビーデルさんに木の使い方をまず教えるから、その後でやろう。いいかい、静かに落ち着いて、ゆっくり自分の中の力を引き出すんだ。さ、やってごらん、静かに落ち着いて。ダメダメ、力んじゃ、落ち着いてなきゃ気は引き出せないよ、集中しなきゃ。そうそう、そいつだ、それが気だよ。やっぱり武道やってるからコツの掴み方が早いよ、ビーデルさん。ねえ、もう飛べるかな。それはまだ無理だよ、気を自由自在にコントロールできるようにならなきゃね。やった、浮いた。ちょっと浮いてるよ。黙ってて、集中できないから。すごいじゃないか、たった一日で浮けるようになったなんて。そうかしら。やったやった、忍者、ほら見て見て、ゴテはもともと木のコントロールがバッチリできてたんだ。ビーデルさんもそこまでできれば、あとはどうってことないさ、すぐにああやって飛べるようになるよ。また明日も来るわ。なんでもうほとんどできたも同然じゃない、あとは自分だけでも十分に。木のことをもっと知りたいわ、それとも私がいたら迷惑？いや、そんなことないけど。じゃあ明日ね。じゃあバイ。さよなら。邪魔が入らないうちに早く特訓やろうぜ。兄ちゃん、あの人誰？さあ、昨日の続きを始めましょう。ビーデルさん、やっぱ女の子ってわかる。見てよ、ほら、ずいぶん浮かべるようになったわ。いいよいいよ、もうバッチリだ。その調子ならもう僕の教えることなんかないんじゃないかな。それまではここに通わせてもらうつもりよ。ちょっと待った。ゴーテン、ビーデルさんのいるときはこれ以上早く飛ぶな、頼む。なんで？なんでもいいからさ。何？ああ、いえ、ちょっとアドバイスを。休憩ねえ、そういえばここで空を飛ぶ特訓をしてるのはパパには内緒よ。試合の時に初めて見せて驚かせてあげるつもりなんだから。ああ、そうなんだ。
うん、その方がいいかもね。そして数日後。ニュー危ない危ない。やっぱりビーデルさんはただもんではない。10日ほどでかなり自由自在に飛べるようになったな。うん、もう本当に合格だ。ありがとうごはんくん。これで心置きなく天下一武道会のトレーニングに打ち込めるわ。じゃあ武道会で会いましょう。さよなら。さよなら。